Bonjour! Online フランス語学校 Ensemble en français 講師のヴァネッサです。今日もとても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。仕事が予約終わったとき、はい、終了って言いませんか？このはい、終了というのをフランス語で表現すると何と言えばいいんでしょうか？Ça y est, c'est fini. 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 直訳すると、それはそこにある終了です。となります。なんだかよくわかりませんね。さいえは、できた、やったという意味で使うので、全体で、はい、できた、終了という意味になります。このさいえは、ああ、いや、ほら、という意味もあるので、はいはい、出た出た、また始まったよ、という意味にも使える便利な表現ですよ。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensembleのレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!